どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はパフィーいきます。カニ食べ行こう。なぎさにまつわるエトセトラ。こちらの曲をこの小さなウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみましょう。これは盛り上がるやつですよ。もうカニ食べ行こう。歌いましょう皆さんで。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン。これ盛り上がりますからね。で、後半は8ビートでこう、ガッカッてこうロックな感じでかっこいい弾き、ね、リズムアレンジしたかっこいいバージョンやります。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、憧れの曲、テンション上がる曲、カラオケで歌ったり CD 聴いたりするのもいいんですけど、自分でこのちっちゃいウクレレで弾きながら歌っちゃう。この弾き語り。これがもう最高なんですよ。ぜひ皆さん始めていただきたいと思います。音楽は苦手なんだよね。私楽器は無理だというそこのあなた。ウクレレだったら大丈夫ですよ。簡単なんですよ。弦も4本しかないし。あとちっちゃいからいつでも触ってられるというのはまたいいことでございます。で、簡単なだけじゃない。やってみたらわかるけどね、もうほんと奥も深いんですよ。なんでずっと続けられる人生のパートナーになってくれると思いますよ。ぜひ始めてください。他のピアノとかギターとか弾ける方もウクレレおすすめ。違う楽器で、同じ音楽を奏でるだけでも全然違う感じが味わえると思いますので、おすすめいたします。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんウクレレで楽しく音楽ができるようになります。もうちょっとしたらここにリンクがあるんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私今できてるじゃないってすぐなりますからね。YouTube ですから。いつでもどこでもスマホでも見れるし、ちょっとした隙間時間でね。しかも無料。これはぜひ皆さん始めるしかないっす。じゃあ行ってください。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたもう700曲以上のありとあらゆる音楽がウクレレ簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。はい。最新 J-POP から定番の J-POP、懐かしの昭和歌謡曲、演歌、洋楽もたっぷりある、ハワイアンもある、映画の曲、アニメソングの曲、もういろいろあります。さっきのリンクのところに行くと、曲名検索とか、歌手検索とかね、ジャンルボックスから選べたりするんで、お気に入りの曲どんどんやっちゃいましょう。はい、それでは早速行きましょう。渚にまつわる、エトセトラ。まずは初心者向け、シンプル簡単バージョンからやってみます。渚にまつわるエトセトラ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはこうなんかこうバン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 ストレートにドーンといく感じが気持ちがいい曲ですね。ロック。これは
楽しいです。みんなでワイワイやりましょう。今はね、もちろんショートカットバージョンで、1番やってサビやって2番のサビやって終わったというオリジナルバージョンで、最後にまたこうリズムが弾けてっていうエンディングをつけたというガズレレオリジナルショートカットバージョンやってます。フルでやりたい方は2番のね A メロ B メロ足すと、こんな感じになると思いますので、自分で書いてってください。でテロップと一緒にできた方は、今度は自分でノートに書き出して自分だけで演奏してみてください。そういうのをおすすめします。イントロはちょっとショートカットでこんな感じで今やってみまして、ここから歌が始まります。すげーシンプルなんですよ。まあこれはストレートでね、はい、気持ちがいいです。ガツガツこうロックの勢いで、まあこれやっぱりねパフィーですから、このちょっとこう緩くてねラフなロックンロールでいきましょう。はい、じゃあここ B メロ、これかっこいいんですよね。メリケンアートがここら辺のメロディーとかすごくかっこいいなと思います。でここにこうちょっと書いてあるでしょ、これは下、下にくるっと書いてあるのは後半やるかっこいいバージョンで弾くコードとかこの解説なんで、ここ後で解説します。はい、ここかっこいいです。だんだんサビに盛り上がっていくとこで、ここからサビが始まりますと。はい、ここもそういうわけでちょっと書いてあります。コード進行ちょっと変わります。でちょっと場所がなくなっちゃったんですけど、ここから2番のサビが書いてあって、コード進行はここと一緒なんですよね。サビのところ歌詞が変わってるだけでございます。で今はこう最初からずーっと構成としてはね、ここまでやってきて、この2番のサビまで行ってしたら星って書いてあるでしょ。星っつうのは1番のサビのこの1行なんです。ここを繰り返して終わったというのが今のガズレレシンプル簡単バージョンでございましたと。でね、出てくるコードいきましょうか。 C、A マイナー、F、D マイナー、G7、E7、E マイナー7、このね、1、2、3、4、5、6、7このコードで今のシンプル簡単バージョンはできました。はい、このコード、このコードはこれですよ。ほい、ガズレレ必須コード、必須って書いてある、必ず覚えた方がいいですよというコードでございます。コードというのは星の数をだって全部覚えようと思うとなかなか大変で、そもそもちょっと無理なんですけれども、じゃあどうしましょうかということなんですが、皆さんこのウクレレで音楽の始めようと思っているわけでございます。だったらこのウクレレにとってですよ、ものすごい便利で仲良しですごく使えるコードのグループがあります。そのことをこのガズレレ必須コードと言っております。だから必須なんですよね。でこの必須コード10個ぐらいですけど、覚えておくと世の中の曲もほぼできるという夢のようなグループでございまして、以前この10とはいってもね、10個もコードあるという、うわーと思うじゃないですか。でも1個ずつはね簡単なんですよ、指1本だとか。はい、それを頭の中にスッと覚えられるようにした素晴らしい動画をこの私が撮ってますんで、解説動画で、ね、ここに貼っておきます。ここでこのコードは練習しておいてください。で今のシンプル簡単バージョンはこれを4つ引きで弾いて、やったということで、ではこっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコードを2個追加します。はい、まず1個目。これでございます。E7sus4 というコード。よく出てくるんですけど、これは sus4 って書いてあるやつは、この元々の sus4 がないやつと入れるやつで行ったり来たりするということで、E7 とセットで使うことが多いです。今回もどこで出てくるかというと、さっき言ったここですね。E7sus4 から E7 って、はい、決めながらやるというやつですけど。まぁ、ちょっと一回見てみましょう。まず普通の E7 は、ここと、こことここ、これが E7 ですね。人差し指にご注目。これがこっちに来たら E7sus4 です。こっちに来たら E7 E7sus4 から E7 にみたいな、こんな使い方します。ここでね、B メロの最後でこれ出てくるんですよ。水着でフルスピード、松原ではすぐ、だんだん一回弾くだけなんだ、んだ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 んみたいな感じ。E7sus4E7 こんな風に使います。これテロップではダーダーってこういう風に書いておきますんで、ちょっと参考にしてみてください。あともう一個のコード、一瞬こっちも出てくるんですけど、最後のところでね、 Fm というコードです。これは初心者さんがちょっと突っかかる典型的なコードでございまして、ちょっとやってみましょう。はい、押さえる場所はですね、まずここでしょ、こことここと、ここの3つ。だから、こうやって押さえるのが一応教科書通りとされていますが、ガズさんの場合は、この、ここの部分を親指で押さえちゃって、握っちゃって、こうやって押さえます。どっちでもいいです。押さえやすい方でいいですけど、パッと行くにはね、なかなかちょっと慣れが必要なんで、まあ一応、Fm。最後のところの、サビの最後のところで伸ばして出てくるっていうところで出てきます。コード表記見逃さないようにお願いいたします。はい。で、リズムの解説いきましょう。この曲はですね、いろいろ考えたんですけど、スカっぽいやつもかっこいいんですよね。このリズムもすごくかっこいいんですけど、今回はこれはやっぱりね、奥田民生さんとか、まあそういうパフィーワールドということで、やっぱりシンプルな
8ビートのチャでストレートに行こうかなと思いました。もちろんスカビートもかっこいいと思いますからね。まあどっちでも、あわよくば2人とか3人で、あなたはスカビート、あなたは8ビートみたいにやるとかっこいいと思いますけど、今回は、どっしりしたタイプのロックっぽい8ビートのチャでやってみようと思います。8ビートのチャというリズムとか、まあ、スカビートもやりたい方、このリンク先行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというページのガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャ練習してみましょう。で、8ビートのチャいきなりはちょっと無理なんで、普通の8ビートができてからチャをやる、こういう順番がいいと思います。あとその後にスカビートを見てください。スカビートというのはこんなリズムでもバッチリです。まあ今日のデモ演奏は8ビートのチャでいきますと。はい。あと全体的にはこれすごいシンプル&ストレートなんで、特にそんなには決まり事ないんですけど、さっきの E7 のところのね、ダーンダーンとか、このダーダーとか、止まるとか、そういうことをテロップに入れときますんで、ちょっとそのニュアンスを感じ取っていただいていきたいと思います。こういうような、まあ、ラフなロックの曲は、あんまり細かい音程というよりは、もう勢いというか、なんかこう、でテンションというか、やっぱね、そっち優先でいいと思いますね。あんまり音程通りに歌おうという感じより、ちょっとこうワイルドに、キャーって感じでいった方が、もうカニ食いに行こうよっていう、そういうテンションがやっぱもうみなぎってますからね。はい。そんな感じで楽しんでやりたいと思います。ガズレレ流、なぎさにまつわるエトセトラ、かっこいいバージョンやってみる。まつわるドセトラ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはもうテンションガーッてね、エネルギーボーンみたいな、いいですね。もう奥田民生さんとか井上陽水さんのコラボですから、これはもうただごとじゃないですよ、やっぱり。あー、なんか愉快です。これはもうみんなでね、こう渚で歌いたいです。はい、ありがとうございます。皆さんもワイワイ歌ってください。チャンネル登録ここら辺にあると思いますんで、チャンネル登録お願いしてもらっても、バンバンやりましょう、音楽を。よろしくお願いします。です。今日ちょっと最新情報があります。このクラウドファンディングで皆さんにご支援いただいたベトナムで作ってるクレレ、昨日日本に入荷されました。写真ちょっと見てください。バン。で、もう今月中にバンバン発送していく予定で、今、最終段階でチェックしておりますんで、お待ちください。その他最新情報、ガズさん、日本中駆け巡ってます、このウクレレで。それとか本をいっぱい出してます。そんな最新情報、ちょっと動画、この後貼り付けておきますんで、お時間ある方もない方もぜひご覧になってください。今日は見ていただいてありがとうございました。それではご案内動画、どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のこと分かります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず、東北行きます。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週、9月29、山形イオンモール天童です。はい。
冬はね、東北攻めます。今年の夏は、夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがね、これ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さんこういうの本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功におりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。